こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。先日藤井くんが山形で人間将棋を指したようですね。人を駒のように使い勝利した後に食べる予算オーバー700円以上の飯はうまいか。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。金志法、日本人世界一ネットの誹謗中傷が多かった。 SNS 上では気が大きくなるのでしょうか。ツイッターが今年1月下旬に発表した報告書によると、民間からの情報開示請求最多国は日本でした。報告書によると、2021年上半期に政府機関などから寄せられた削除請求は 43,387 件、うち日本が 8,518 件と4割弱を占め、世界最多。政府機関以外から寄せられたアカウントの開示請求は世界で460件で、うち日本が241件と、こちらも世界最多となりました。政府機関以外からの情報開示請求って具体的にどんな内容なのさ。匿名の誹謗中傷を書き込まれたと感じた一般の被害者が賠償を求めるために発信者情報の開示を求めるケースなどがこれに当たります。なるほど。つまり度が過ぎと悪口というわけか。なんで日本人はそんなに他者を攻撃しようとするんだ。平和を愛する静岡県民として恥ずかしい。あと長野県民って休日何してんの。イナゴ取って遊んでるの。私はあかりさんと一緒の動画に出てることが恥ずかしいよ。ツイッター利用者世界首位のアメリカにおける政府機関以外からの開示請求は72件。ツイッター利用者世界2位の日本とはだいぶ差がありますね。実はこの開示請求件数、2年連続で日本がトップとなっており、さらに前年比も増加しています。悲しい。私は誇り高きキノコの民として悲しいよ。あと竹かすって夏休みの宿題最終日に大慌てでやってそうだよな。悲しいのは私だよ。さて、こうした背景の一因は、2020年、ツイッターで誹謗中傷を受けた末に亡くなられた女性プロレスラーの事件があるかもしれない、と記事にあります。ああ、あの事件は本当に痛ましいよね。SNS の発展により私たちのネット社会はより手軽に、身近なものになりました。しかし、たとえネット上の顔が見えない人物だろうと、相手が心ある人間であることを忘れてはいけません。ネチケットという言葉はもう死語になってしまいましたが、今一度私たちは襟を正す時期に来ているのかもしれませんね。わかる。ところで焼肉屋でご飯頼むやつって浅いよな。働いたことなさそう。お、ブーメランか。ネット民の反応は、さすが演出大国、匿名を盾にネットで生きってるやつ多すぎるんだわ。ある意味当然じゃね。だって海外じゃほとんどの人間が実名で、しかもプロフィールにいろいろ書いてあるから開示請求する必要がない、等の意見がありました。ツイッターでの開示請求件数が多いから、本当に日本が世界一誹謗中傷が多い国なのかはわかりませんが、時折自分の発言に問題はないかと振り返ってみることも大事かもしれませんね。相手の話をしっかり聞く、否定から入らないといった基本のマナーを守ることが大事ですよね、あかりさん。いや、そんなことないよ。私はネット民の声をよく聞いてる系ボイスロイドだから、全然問題ないよ。もう動画終わるんですけど、遅めの自己紹介かな。それでは最後に謎かけを。誹謗中傷などとかけまして、予算オーバーと解きます。その心は？どちらもコスト大変なことになります。ご視聴ありがとうございました。